花の山とガーデンチャンネルです。私、植物を育てるのが大好きなまっちゃんです。毎日ですね、会社に来る途中にですね、とある畑が あるわけですけども、そこでですね、グラジオラスとダリアが、咲き出してましてですね、で、その畑はですね、グラジオラスがですね、あれね、どれだけ植わってるんですかね、200本ぐらいこれお花咲いてるんですかね。見事にですね、赤いグラジオラス、全部同じグラジオラスがですね、もう200本ぐらいですね、こう咲いてるわけなんですね。こう無造作にというか、アットランダムにですね。で、これ全く同じ種類ばっかりこれ植わって今咲いてるんですけど、まあ色のこの眩しさですね、もう、真っ赤なのがこう咲いててですね、同じ真っ赤なのがこう咲いてて眩しいっていうんですかね、まあ壮観な眺めなんですけども、まあおそらくこの方同じ球根をね、初めからそんなに100も200も多分植えたんじゃないと思うんですね。ある程度のね、まあ10球とか20球とか、そういう数から、毎年毎年これ増やされて、そんな数になったんじゃないかなと、思うんですね。でなければあんだけの数ですね、200ほどの、全く同じグラジオラス、まあなかなか見れないと思いますので、一生懸命これ毎年増やして、そんな数になったんじゃないかなと思います。で、ダリアなんかもですね、またこれ同じ畑に咲いてるんですけど、でダリアがね、やっぱり結構な数、数十株ほどなんか植わってるんですけど、これ全部白なんですね。全く同じ色合いなもんですから、おそらくこのダリアも、その方、毎年、何年もかけて、そんだけのこう数に増やされたんじゃないかなと、思うわけなんですけどもね。まあ、グラジオラスちょうど今咲き出しましてですね、まあ、この春植えた方、まあ、咲いてる方、まだ咲いてない方とこういるかと思うんですけど、で私の家もですね、グラジオラス、植えてるんですけども、まあ私の方はですね、ほんのちょっとだけ、深い紫のこう Y 性って言ってこう短いですね、草丈が60センチぐらいの、グラジオラス、毎年もずっとかれこれ、7、8年になるんですかね、同じの育ててるんですけど、で私種取って育てるのがですね、この種を取って育てるのが大好きなもんですから、一昨年ですね、今年が2020何年でしたっけ、ど忘れしてしまいました。一昨年のですね、秋にですね、この紫色のグラジオラス、咲かせて、いつもだったらですね、お花咲いた後、種つけさせないように全部、お花を摘み取ってですね、球根の方にこう栄養が回るようにしてるんですけど、一昨年ちょっとね、種取ってみようかなと思いましてですね、種取ってですね、でこれを去年の、まあ、春に、種まいたんですね。6号鉢、まあ直径18センチの鉢に、種はこう小さい細かい種なんでね、もうだいぶたくさん撒いたんですね。で、まあ発芽率っていうのはそんな良くなかったんですね。1割も発芽しなかったと思うんですけど、その中のいくつかがですね、葉っぱを出してですね、ちょうど今皆さんが育てられているグラジオラスのミニチュア版ですね。こんなちっちゃなですね、短い葉っぱ、種から芽生えたグラジオラスっていうのはまだちっちゃいですね。こんな短いグラジオラスのミニチュアみたいなのがですね、葉っぱ2枚3枚って言ったところを、こう育ったんですね。でまあ1年目ですので、まあどのぐらいね、こう大きくなるのかな、
葉っぱ何枚出るのかなって、まあ、その辺楽しみに、去年育ててたんですけど、葉っぱ3枚ぐらいだったですかね、ちょっと私も、覚えてないんですけど、まあ、こんな短い、短いこう、ね、草丈で、育ったわけです。でこれをですね、葉っぱ枯れた、まあ、12月ぐらいにこう掘り上げたらですね、まあ、あのちっちゃな球根できてましたですね。あのお店で買うようなこういうね、大きなサイズではなく、こうちっちゃな球根取れたわけですけども、でそれをですね、今年また3月ぐらいに、植木鉢に植えてですね、今年は、まあ、葉っぱ何枚ぐらい出るかなですね、まあ、開花まではね期待してなかったんですけども、これがですね、まあ、2年目でつぼみですね、上がってきたんですね。まあ、私大体こう3年目ぐらいにですね、まあ、来年あたりの開花目指してたんですけどもね、まあ、今年こんなちっちゃな球根から、育てたグラジオラスがですね、つぼみ、まあ2球だけ、うまいことこう球根残ったり、2球だけ6号鉢にこう植えてですね、育ててるんですね。で草丈がまあちょうど今5、60センチぐらいまで、伸びてきたですかね。結構伸びたですね。で、葉っぱもですね、7枚までこう出てきたんですね。でグラジオラスというのはですね、葉っぱが大体7枚ぐらい出ると、この真ん中からこのお花のつぼみがついた花茎がこう上がってくるわけなんですけどね、ちょうど7枚まで2球ともですね、葉っぱがいったもんですから、ちょうど今上がってきてるんですね。まあ、まさか2年目でですねお花が見れるとは思わなかったんですけど、まだ今上がってきたばかりなもんですから、まだ、お花の色だとかわからないわけですね。で種からまくとですね、親とは違ったものがこうできたりするので、まあ、何色のお花が咲いてくれるのかなっていうのをこう楽しみにしてるわけです。で、まあ、グラジオラスのこの話、昨日ですね、私園芸相談やってるもんですんで、いろんなこうねご質問、受けるわけですけど、昨日電話いただいた中にですね、グラジオラスの球根、植え忘れちゃったんですけどつってですね。でご近所さんで咲き出したもんで、あと思ってですね、植えんの忘れてたわっていうのを気づいて、これ今年今から植えて間に合いますかっつってですね、お電話かかってきたもんですから、間に合います。大体グラジオラスはですね、植えてから、まあ、春植えですと、まあ、大体、90日前後、まあ、品種にもよるんでね、前後しますけど、まあ、春植えたら、まあ、90日から100日で、お花咲かせてくれます。で、気温の高い時期に植えるとですね、お花が咲くまでがぐっと短くなりまして、まあ、最短で60日ぐらいからですね、まあ、80日ぐらいの間でお花つけてくれますんで、これ例えば7月の上旬に植えましたらですね、だいたい7月、8月、9月、まあこれ、3ヶ月ありますんで、早ければ9月の半ば過ぎぐらいから、まあ10月ぐらいにかけてですね、咲いてくれます。ですので、まだ植えてない方、植えるのを忘れてしまった方、手元にグラジオラスがあったらですね、しっかりこうグラジオラスつまんでみて、しっかりした球根であればですね、今から間に合います。で今から植えた場合のこう利点なんですけど、春に植えた方っていうのは、咲くのがちょうどこれ夏ですね、今ちょうど咲き出してますし、これから咲く方、一番こう暑い時期なんかにこう咲くとですね、暑い時期っていうのはどうしても花の寿命が、短いですね。私もだいたい毎年夏に咲かせるようにこう春にこう植えるんですけども、夏に咲かせるとやっぱり一個一個のこうお花の寿命が短いんで、あっという間に下からバッとこう咲いて、お花早く終わってしまったりするんですけど、今からこれ植えた方はですね、10月ぐらいにこう咲きます。そうすると気温がですね、
だいぶこう涼しくなってますんで、花持ちがいいんですね。ですね、咲き出してから長く楽しめると、こういう利点が、あるわけなんですね。で、まあ、咲き終わったらですね、まあ、お花のとこだけちょんとお花の茎だけ切って、いただいてですね、葉っぱは残していただきます。お花終わった後に球根どんどん、太りますんで、葉っぱはこう茂らせておくと、これが次の年いい球根をこう収穫するポイントになります。で、よくですね、夏こうお花がこう咲き出すとですね、よくこうご質問を受けるのが、ご近所さん周りお花咲き出してるんですけど、うちの葉っぱだけで咲かないんですっていうですね、いうご質問がよくあります。で、秋になると、よそさんみんなお花、グラジオスのお花咲いて終わってるのに、うちまだ咲かずに、今まで来てるんですけどって言ってですね、そういう、まあ、お問い合わせなんかいただくんですけども、まずグラジオラスは日当たりと、これが大事です。それと温度ですね、まあ、高い温度がいります。それとですね、大切なのがやっぱお水ですね。夏の花壇、非常にこれ日差しがきつくてよく乾きます。鉢植えでしたらもっとこれやっぱり乾きやすいです。ですのでお水やりをしっかりやると、そして、日当たりのいいところで管理していただければですね、だいたい葉っぱが7枚ぐらい出てくるとつぼみ上がってきますんで、今咲かない咲かないというふうにですね、言われている方はですね、今葉っぱが何枚出てるのかなと、これを見ていただくとですね、ちょっと目安になるんじゃないかなと、だいたい葉っぱ7枚で、お花上がってきますんで、まだ5枚とか、いう方はですね、まあ、一つ液体肥料なんかですね、あげていただいて、こう成長の方をこう促進させてあげると。液体肥料っていうのは、速効性ですのですぐ効いてくれます。ですんで、こうゆっくり効く、なんていうんですか、固形肥料よりも、早く結果を出したい方にはですね、液体肥料これおすすめです。で、液体肥料は、だいたい効果が、まあ、1週間とか10日でこう切れてしまいますので、こまめにですね、だいたいこう10日に1遍とか2週間に1遍とか、それぐらいのペースで、上げていただいて、しっかりとこのグラジオラスが育つようにしていただければですね、これからまだ葉っぱも茂って、お花咲いてくれると思いますので、まあ、ぜひ頑張って育てていただきたいと思います。それでは今日のお話ちょっとでもためになったなと思いましたら、グッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。花の大和のオンラインショップではですね、そろそろですね、夏植えの球根というのが、これ掲載されるようになってきます。まだですね、7月はこう予約注文ですか、まだ販売の方は、出荷の方はまだですよけども、予約注文を受け付けてますので、ぜひご覧になってください。それではどうもありがとうございました。